皆様ご機嫌いかがでしょうか。音大卒の嵐ファンオカピでございます。今回のテーマは歌割りの変遷から紐解く嵐のボーカルグループとしての魅力でございます。歌割り、それは嵐曲における魅力の一つ。嵐って曲によって歌割り、もしくはこうパート割りとも呼ばれると思うんですけれども、歌割りがね、曲によって違いますよね。そしてデビューから休止前まで、その時々で主流といえる歌割りパターンも、変化をしていました。この歌割りの変遷をたどれば、嵐がボーカルグループとしてどんな進化を遂げてきたのか知ることができるのではないでしょうか。ということで、今回はシングル A 面曲およびデジタルシングルの歌割りパターンそれぞれの特徴を考察、嵐のボーカルグループとしての魅力に迫りたいなと思います。それではですね、まずは、これまでにリリースされたシングル A 面曲およびデジタルシングルの歌割りパターンを、表にまとめてみましたので、それをご覧いただきたいなと思います。これですね、私がこう長年かけて、書き出してきた歌割りを、元にまとめたものなんですけれども、こう歌割りパターンが同じもしくは似ている曲はこうパターンのところをね同じ色で塗っておりますね。これご覧いただいてどうでしょう。いくつかの時期に分けて変遷を捉えられそうじゃないですか。こういろんなね分け方ができるとは思うんですけれども、今回は6つの時期に分けてみたいなと思います。まず最初の時期はと言いますとですね、ここ、1999年のデビュー曲嵐から2003年の戸惑いながらまで、この時期を名付けてサクラップ×メインサトシ×ユニゾン期と、名付けてみました。この初期ですね、初期はこう翔くんによるラップと、サトシソロ、そして全員でもしくはこう二手に分かれて2人と3人とかね、二手に分かれてのユニゾンを、中心に曲が構成をされていました。デビュー曲嵐に代表されるようにですね、メロ部分にもサクラップや長めの大野さんのソロがあったり、あとはこう二手に分かれた時にもその両方に大野さんがいたりというような感じでですね、担当するフレーズの量も翔くんと大野さんが多い時期でございますね。ということでこの時期をまとめますと、メインボーカルの大野さんとサクラップそしてユニゾンが中心の初期スタイル期と言えるんじゃないでしょうか。こうね、初期の頃からサクラップは嵐の楽曲の大きな特徴でしたし、大野さんの歌声はメインボーカルとしてグループの歌声の芯に、ね、なっていたわけですね。続くですね、2003年の裸足の未来から2006年のきっと大丈夫までは名付けてメロ二手期でございます。この時期はですね、1番も2番もメロは、メンバーが二手に分かれて歌いつなぐことが多かった時期でございます。またね、こうサクラップはラッサビ前がね、定位置へと変化をしました。で、この時期特に注目したい曲が2004年のピカンチダブル。この曲はね、大きな転機かと思っております。何かと言いますとですね、こう初めて全員にソロパートが振り分けられているんですね。で、このピカンチダブル以降、担当するフレーズの分量もほぼほぼ全員均等になりました。またですね、2004年の瞳の中のギャラクシーではですね、二宮君の主役級ソロパートが初めて聞けました。これまでなら、こういうソロは大野さんが担当していたはず。さらには2005年の桜酒、シングル A 面曲では初めて二宮君が上ハモを担当しております。
ということで、この時期をまとめますと、ユニゾンを基本にしながら5人全員がソロパートを担えるような力をつけていった時期、メンバーによるハモリも登場って感じですかね。まだまだね、メインボーカルサトシに頼っている印象もあるんですけれども、メンバーそれぞれが力をつけていった時期という印象でございます。続く2006年の青空ペダルから2013年のエンドレスゲームまでは、ですね、名付けて1メロ2手2メロソロリレー期でございます。私的にですね、長い間嵐の歌割りの王道パターンだと感じていたのが、この、1メロは二手に分かれて、2メロはソロリレーで、そしてサビは全員でっていうパターンでございます。このパターンはですね、2006年の青空ペダルで初登場でした。ラブソースイートとかもね、このパターンですよね。で、特に注目すべきは2008年かと思われます。この年ですね、ステップエンドゴーだったりトゥルースだったり、そういったですね、複雑な構成、複雑な歌割りの曲が多いんですけれども、これはメンバーの歌唱技術がアップしたから、歌いこなせるようになったんだと思います。10周年を前にね、ボーカルグループとしての力もめきめきつけていたんじゃないでしょうか。そしてこの年以降ですね、ビリーブで聴ける玉突きコンビパターン、これこう2人ずつ歌うんですけど、玉突きするようにそのコンビのメンバーが変わっていくようなパターンだったり、ラブレインボーのサビで聴けるこう二手に分かれて掛け合うなどなどですね、歌割りのパターン自体もね、増えていきました。またですね、この時期大野さんと二宮くんに続き、翔くん、淳くん、相葉くんも主役級のソロパートを担当しております。さらには、二宮くんや淳くんのハモリパートも定着。淳くんの下ハモの初登場は、2009年のエブリシングですかね。ちょっとこれ自信ないんですけれども、とにかくこうそういうハモリも定着。さらにさらに、2012年のワイルドアットハートのイントロみたいにですね、こう5人全員で3パートや4パートのハモリを聴かせてくれ始めた時期でもあります。ということで、この時期をまとめますと、10周年を前にボーカルグループとしての力量アップ、楽曲構成の幅も広がっていった、そんな時期だと思います。続くのは2014年のビタースイートから2016年のパワーオブザパラダイスまでの複雑パターン期でございます。2014年のビタースイートがリリースされた時に驚きませんでした？私はかなり驚いたんですけれども、こうビタースイートには1メロソロリレー、2メロ玉突き、サビ掛け合いというですね、それまでとはガラッと違う歌割りパターンが使われておりまして、こう嵐の歌割り研究家としてですね、かなり興奮した覚えがあります。で、この曲以降、桜、2015年の桜で一曲通して玉突きでリレーしていたり、復活ラブでね、1番も2番もメロはソロリレーなどなど、これまでに加えてさらにいろいろな種類のパターンが取り入れられていきました。ただですね、こういうふうにこう歌割りのパターンは試行錯誤している印象なんですが、ユニゾン中心なのはそれまでと変わらずかなと思います。ということで、この時期をまとめますと、複雑かついろいろな種類のパターンを取り入れて進化は止まらない、っていう感じですかね。でちなみにカップリングやアルバムでは相葉くんによるファルセットが大活躍し始めた時期でもあります。続くのが2017年の I'll Be There から2019年の Brave までの時期。この時期も引き続きですね、複雑パターン期、
なのですが、それまでと違うのが1メロにソロリレーが使われるなどソロの歌声が目立つようになったっていうことなんですね。しかも歌割りパターンは一つのメロに一つの形という単純な形ではなくなり、より複雑になっていると。どういうことかというと、例えば今までは1メロは2手っていうふうに単純だったのが、この時期はこう1メロは前半はソロリレーで後半は2手みたいにね、複雑になったと。さらにそれ以前は全員でが鉄板だったサビのね歌割りも、掛け合いやこうソロが挟まれるなどなど、とってもね複雑になっていきました。ということで、メロサビともに歌う人数やメンバーが次々変わっていく、そんな複雑なパターンが主流になってきた時期だと思います。それすなわちですね、メンバーが5人いるからできるパターン、しかも難易度高め。そして最後ですね、2019年の11月3日に発表されたターニングアップから、休止前のねパーティースターターズまでの作品、ここはですね、もう歌割りから見ても本当に意欲作だらけ。この時期は名付けてソロ×ハーモニー期でございます。まずですね、こうメロだけでなくサビにもソロリレーが目立つような形に変化をしました。しかもこう単純に一人ずつメロディーを歌いつないでいるっていうわけじゃなくて、こうメンバーが入れ替わり立ち替わりハモったり掛け合ったりしているんですね。もうねしれっとねさらっとハモってるんですよね。そんな歌割りはですね、こうまるで5色の糸が織り込まれていくかのような印象で、とにかくねそれまでのように単純にこういうパターンですよって、書けない、まとめられない作品だらけでございます。特にね2020年のインザサマーやウェネバユコーラもその代表と言っていいと思うんですけれども、こう前編にわたってハーモニーや掛け合いをね、聞かせてくれています。5人それぞれのフェイクもね多用されていますよね。でしかもね適材適所感が半端ないんですよね。それぞれの持ち味を最大に生かした持ち場でそれぞれが最高のパフォーマンスを発揮している、そんな印象でございます。ということでこの時期をまとめますと、メンバーそれぞれの持ち味、嵐がこの5人であること、それを最大に生かして聴き手を魅了してきた時期と言えるのではないでしょうか。休止を前にこの5人だからこその歌割りの形が、一旦完成したんだと思います。ということで、嵐の歌割りの変遷を、見てきたんですけれども、歌割りのパターンがだんだん複雑になっていったということがね、よく分かりました。嵐は自分たちの持つ可能性を持ち味や強みに変えながら進化し続けてきたんですね。そしてこう複雑な歌割りパターン、つまりこう複雑な構成の曲が可能になったのはメンバーが5人いるから、そしてそれを歌い上げることのできる5人になったからだと思います。誰か一人欠けてもねできなかったと思うし、誰かが進化を止めても叶わなかったことだと思います。もうね、しかもね5人のね歌声の相性の良さだってもうすんごいんですもんね。ね、ということでですね、この動画の概要欄の方に、嵐の楽曲を聴けるリンクをですね貼っておりますので、今回取り上げたような歌割りの変遷だったり歌割りのパターンにも注目をしながら嵐の曲を味わってみるのはいかがでしょうか。そしてですね、この動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントもいつもありがとうございます。お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。オカピでした。